テキストガールシーズン2よ、テキトです。以前ね、テキストガールっていう漫画読んだことあるんですけど、また新しくテキストガール、多分ね主人公違うのかな、わかんないんですけど、またねシーズン2が出たらしいんで読んでいこうと思います。テキトチャンネルで、テキストガールって何ですかっていう方もいると思うんで説明しておくと、テキストっていうのは、まあ、私テキトの、まあ、ファンネーム的なね、いつも見てくれてる人をテキストって言うんですけど、そのテキストの女の子って意味でテキストガールっていう多分タイトルだと思うんですよ。じゃあ早速読んでいきましょうか。この動画を始める前に、まずはグッドボタンよろしくお願いいたします。皆さんいつも押してくれてありがとうございます。では読んでいきましょう。テキストガール第1話。これはテキトさん推しの女の子が共通の趣味を持つ友達を通じて成長していく話です。起立、気をつけ、おはようございます。お、高校生かなこれは。私はともか、一応このクラスの委員長として号令をかけたり真面目に仕事してる。もうともかちゃん、なんかメガネかけててちょっとインテリ的な感じだね。前まで趣味の合う友達はいなくて、ずっと一人で過ごしていた。でも最近、なんかこの画像ちょっと見覚えあるんだけど、前回の続き違うよね。ともか、移動教室だよね、一緒に行かない？そうだね。最近趣味が合う友達ができた。ほう。この子の名前は木織。金子みすずさんの刺繍がきっかけで仲良くなった。あ、これ前回の続きっぽいわ。なんか前回も金子みすずさんのなんか詩が出てきた記憶あるから、前回の主人公がこの木織ちゃんだったかな。いや、続きって考えるとちょっと胸が熱くなるね。でも前回見てない人でも楽しめる漫画だと思うんで、ちょっと続けて読んでいきましょう。わかる。仲良くなってからはしょっちゅう昼休みにみすずさんの話をしていたが、今の木織はよくスマホを見るようになった。何見てるんだろう。チラいや、まあわかる。なんかスマホいじってるけど何の画面なのかなって、ちょっとチラッと見たくなっちゃう気持ちはね、めっちゃわかる。皆さんもありませんか？ともか、もしかしてスマホの画面見えちゃった？その人、最近テキトさんって実況者さんにハマっちゃって。はっはっは。いや嬉しいねこれ。もう漫画創作だとしてもめちゃくちゃ嬉しいなこれ。テキトさんのこと知ってるの？そう。でともかも知ってるの？なんかすげえ俺イケメンじゃない？なんかすげえイケメンじゃない俺、この画像漏れてんな。知ってる。なんなら大ファン。まさか木織が知ってるだなんて衝撃。実は私もテキトさんの大ファンで。おお、そんな俺の名前って浸透してるの？びっくりしたわ。あー、これで終わりか。さあテキストガール第2話読んでいきましょう。いやーこれね、気持ちがいいですね。私が出てくる漫画だし、多分ね褒めまくってくれるんで、めちゃくちゃいいですねこれ、気分が。第2話。ともかたく、私がテキトさんを知ったきっかけなんだっけな。あ、 YouTube のおすすめ一覧かも。もう2年以上前の話だから全然覚えてないや。でもこれだけは言える、私はテキトさん推しの中でも子さん。テキトさんへの愛は誰にも負けたくない。おー、でも2年間推してたらそれは確かに子さんですね。私ね、2022年8月で、丸4年活動を始めて4年になるんで、2年間推してくれてるってことはもう俺の YouTube 活動の半分を占めてるわけだから、それは間違いなく子さんですね。あ、もうそろそろテキトさんの動画が
わあ、これ申し訳ねえな。俺しょっちゅう遅刻するんだよね。本当は夕方5時に投稿するっていう予定なんだけど、毎回ね全然間に合わねえのよ。毎回6時とか7時になっちゃうのよ。ごめんね。やっぱこういう人もいるんだろうな。来た、本人登場、ドッキリ。ん、このテキトさんのアバターは青ターンさんが全力で真似して作りました。すごっ。これ俺のアバター使ってないんだ。確かに若干違うような、同じなような。すげえな。本人登場ドッキリ、テキストの人たちのオフ会開いてたの。行きたかった、羨ましい。母、ともか、うるさい、近所迷惑になるからやめなさい。はーい。ああ、また怒られちゃった。いやでもね、このね、本人登場ドッキリは実際にやった動画ですね。推しが尊いんだもん、仕方ないじゃん。学校では静かに真面目に過ごしてるし、家出くらい叫ばせてよ。まあ確かにね、結構家では静かだけど学校ではうるさいタイプと、家ではうるさいけど学校では静かなタイプとか結構いるからね。やっと動画を見始めた。温かく迎えてもらえてよかった。うわ、これ懐かしいな。これ本当に多分俺言ってるからな。オフ会に参加してる人の名前ほぼ知ってる。テキトさんの動画にたくさんコメントしてて、愛がある人がいっぱい。いや本当ね、ありがたいですよ。テキトさんに認知されるってどれだけ幸せな世界なんだろう。ほんと羨ましいな。 YouTube にコメントするのとか私には緊張してできなくて。テキストをより良いものにしていこう。もちろんです、テキトさん。まあね、でもテキストね、ほんといい子ばっかりで私も助かってます。翌日、トモカってテキトさん好きなんだよね。昨日のテキトさんの動画見た？ほう、ここで終わりか。さあ、テキストガール第3話読んでいこう。はっ、見たよ。トモカ、びっくりした。やばいやばい、思わず家でのテンションに。昨日の動画見たよ。私も見たんだ。テキトさんがすっごく謙虚だったから新鮮で面白かったよ。つまりまあ普段は謙虚じゃないと。まあ確かにね、確かにあんな謙虚なテキトさん全然見たことなかったかも。やばい、ちょっとマジで心臓バクバクなんだけど。わあ、これ懐かしい、本当に懐かしい。皆さんもね、ぜひ見てみてくださいね。多分ね、テキトスペースオフ会って調べれば多分出てくると思うんで、ぜひ見てほしいね。オフ会に行ってたテキストの人たちが羨ましかったな。あの動画に出てた人、テキストとして有名な人ばっかりだったもんね。どうしたらテキトさんって認知してくれるのかな。全然わからないや。やっぱりゼペット漫画作るの上手な人とか、あとはテキトさんの投稿にたくさんコメントしたりとか。うん、それはね、やっぱコメントは読みますから。そういう感じか。まあそうだよね、私は認知からは程遠いや。あのさ、その私最近漫画作るようになったんだよね。そうなの？内容気になる。そういえば木織って作文で最優秀賞取ってたような。今友情系の漫画を作っててさ、テキトさんに読んでもらえるかなって淡い希望を抱いてるの。木織って作文すごかったもんね。そういえばあの作文って結局どんな内容だったの？気になる。なるほど、この木織ちゃんの、まあ、最優秀賞を取った作文がどういうものだったのか、次の話でわかるのかな。テキストガール第4話読んでいこう。なんか多様性をテーマにして書いた記憶があるような。あの時はみすゞさんの影響が大きかったかも。多様性、
よくわかんないけど、キオリすごいね。そんなことないよ。でもありがとう。自分の感性を大事にしながら、これからも漫画作るつもり。テキトさんの動画見て、モチベーション上げてるんだ。もう嬉しいね。得意なことがあるのっていいな。ふと、そう羨ましく思った。帰宅。テキトさんの動画見ちゃう。最近はテキトさんの動画が数少ない楽しみの一つ。あれ？いつも牛猫ちゃんの服着てたのに、珍しく別の服着てる。ほう、これは今年に入って初のグループプラスマの服装だよね。でも可愛い。この時はまだそう思っていた。え、まだそう思っていたってことはだんだん気持ち悪い気持ち悪いになっていくのかな。そして何日か経って、最近ずっと水色の服着てるな。牛猫ちゃんの服が恋しくなってきちゃった。牛猫ちゃん可愛すぎるのよ。いやほんとね。いや皆さん、この動画見てる人は多分ね、牛猫ちゃんほぼ9割知ってると思うんですけど、まあ知らない人に言っておくと、牛と猫が合わさったオリジナルキャラクターなんですよ。めちゃくちゃ可愛いっすよ。さらに何日か経って、ん？え、この投稿何？テキトさん？私は思わず大声を上げてしまった。なんだ？母、友か。近所迷惑だって言ってるでしょ。今はそれどころじゃないの。ごめん。私がこんなに驚いている理由は、明日12時重大報告。なるほどね。これ多分皆さんね、結構知ってる人多いと思うんですけど、去年の12月31日に重大報告があります、 1月1日12時に重大報告がありますっていう投稿したんですよ。12月31日の大晦日にテキトさんがこんな投稿をしていたからだ。ねえ、気になるんだけど、テキトさん。その重大報告の内容は翌日に知ることになった。いやこれめっちゃすごいね。もう俺の作った動画から、まあネタバレすると、いや次の話読んでいこう、テキストガール第5話読んでいきます。翌日、私は昨日の投稿のコメント欄を漁っていた。ミジタンも同じ投稿してる。タケちゃんも言ってた。テトラさんもだよ。グループ結成とか？ははみんなグループグループってまさかね。4人が同じ投稿してるからって別にグループじゃないかもしれないでしょ。だが心のどこかで思っていたことは当たった。そのまさかが起きた。みんなの日常にスマイルをプラス、プラスマ結成。そうなんですよ、今年の1月1日からまあね、プラスマっていうグループを作ったんですよね。嘘、本当に？この投稿のコメント欄を見た。おめでとうございます。この4人最強。押すしかないっしょ。私、プラスマ最高課に所属します。このプラスマ最高課に所属しますっていうのは、この作者さんの青炭酸さんが書いた多分コメントだと思うんだよね。称賛の嵐だった。じゃあ、テキトさんが最近ずっとこの服を着ていたのは、プラスマを結成したからだったんだ。本当ならめっちゃ喜ばしいことなのに。なのに、そっか、そうだよね。テキトさん、テキトさん。テキトさんだけを本気で推していた私からしたら辛すぎた。いやこれはね、
もう本当にね、考えましたよ。私もね、やっぱりこうグループでさ、女性もいるわけだし、いやこれ俺のファンすごい嫌がるっていうか悲しむ人もいるだろうなって思ったけど、それでも、まあ、踏み切ったことなんで、まあ、これでねついてきてくれる人は本当にね感謝してます。多分この動画見てる人の中でもいるんじゃないかな。しかもプラスマは本気なんだ。ずっと前から計画を練っていたんだなって伝わってきた。まさかの公式の LINE アカウントまで作られていて、生半可な決意でできたグループなんかじゃないって一目で分かった。そう、これ言ったか分かんないんだけど、もう去年の9月、いやもう夏ぐらいかな、8月ぐらいからもう話は出てて、でいろいろもう本当にいろいろあったんですよ。まあここだから言っちゃうけど、最初は4人じゃなかったんですよね。もっといたって、まあもっといたっていうのもちょっとそんな何十人もいたわけじゃないけど、まあいろいろあったんですよ。そう思うとテキトさんが今までより遥か遠くに行っちゃいそうで、すっごく怖くてなんかすごいステージで踊ってんな。プラスマ結成は本当におめでたいしいいことなんだよ。わかってるよ。でも涙が止まる気配はない。テキトさん喜びたいのに喜べなくて辛いよ。嫌だよ。いやほんとね、さっきも言ったけど、やっぱ悲しむ人いるっていうのはもう本当に覚悟した上でやったんで、本当ね、私だけじゃなくて、やっぱミジンコさんとか竹の返しさんとかテトラさんとかもね、いろいろ覚悟を決めた上でやったわけなんで、いや本当ね本当ね、ちょっとこれはまあちょっとコメント欄にね、実は私もこう思ってましたみたいな、コメント書いてくれれば私読むんで、ちゃんと読みます。今となってはもう慣れたけど、1月1日の時はショックでしたみたいな、まあよかったらね書いてってください。というわけで、テキストガール第6話読んでいきましょう。プルル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 ル、誰こんな時に。ズズ、もしもし。このズズっていうのは鼻水すすってる音かな。あ、もしもし、トモか。今日のテキトさんの投稿もう見た？すごかったよね。キオリか。見たよ。プラスマ結成の投稿のことだよね。ズズ。トモか花粉症なのかな。あ、キオリちゃんはなんかこう普通にカジュアルに見てくれてるから、こうプラスマ結成で悲しむっていうタイプではないのか。今花粉症なの？鼻水すする音が聞こえるけど大丈夫？今は真冬でしょ。花粉症も何もないよ。あ、そうだった。プラスマの投稿を見たよ。すごいよね。テキトさんがグループ結成するとは思ってなかった。本当にそうだよね。あのテキトさんが。プラスマは見るからに絶対神グループだもん。全力で応援しちゃう。今日早速、1本目の動画が出るんだよね。楽しみすぎる。キオリもプラスマの結成に喜んでるんだ。私も楽しみ。ごめん、用事あるからそろそろ切るね。私は嘘をついた。了解。それじゃあまたね。バイバーイ。トモか、なんか元気なかった？気のせいかな。そうだよね。本来ならあの反応が普通なんだよね。キオリの電話でさらに辛くなってきちゃったよ。プラスマか。そしてプラスマ結成から連続で衝撃を受けることになるのを私はまだ知らなかった。ん？さらに衝撃ってあるかな？なんだろう？なんか俺衝撃を与えるようなことしたっけ？さあ、テキストガール第7話読んでいきましょう。プラスマ結成から2日後、1月3日、テキトさんの新しい投稿の通知だ。またプラスマの投稿かな。きっとプラスマの投稿なんだろうな。そう思いながら見たテキトさんの投稿は、あれ？これ
あれかな、1月3日だとゼペットアニメかな。え、ゼペットアニメが始まる。今日の夜8時10分からテキトのチャンネルでプレミア公開されます。皆さんぜひ見に来ておくれ。やっぱりね、いや俺記憶力すごくない？ちゃんとね、やっぱりこうスケジュールを練ってやってますから覚えてるんですよ。え？ゼペットアニメ？母、友か、何回も言わせないで、近所迷惑よ。今はそれどころじゃないの、放っておいて。はあ、まあこれもね、あのゼペットアニメ第1話から今第3話かなやってますけど、まあ実はね、この青炭酸さんとあともう一人、シュコさんっていう方がね、ゼペットアニメのセリフとか考えてくれてるんですよ。何これ、何これ、どうしたの、テキトさん、アニメだよね。え、プラスマの次はアニメ、嘘。気がついたらあっという間にゼペットアニメの時間になっていて、うわ、最初からもうすごすぎる。ママ、じゃあ行ってきます。そうなんですよね、これ本当はいろんなこう女性とか、その女性の役は女性が、男性の役は男性がっていろいろこう人集めたかったんだけど、それまでするとね時間がかかっちゃうんですよ。なんで全部私がアフレコしてます。気がついたらアニメが終わろうとしていて、アニメのエンディングで流れていたテロップを見て驚きを隠せなかった。有名なテキストさんとゼペット漫画家さんの名前が載ってる。やば。見終わった後の驚きと感動は今でも覚えている。冬休み明け、ともか、テキトさんすごすぎるよね。ゼペットアニメ本当面白かった。本当ね、テキストのみんなの努力の結晶だよ。実はテキストのみんながめっちゃ羨ましかったけど、アニメがガチですごいって驚きの方が強かった。あとはやっぱりプラスマだよね。一気に動画投稿されててすごすぎたよ。プラスマ、ともか、やっぱりこのともかちゃん的にはやっぱプラスマはちょっとこうね、嬉しくもあり、嬉しいのか分かんないけど、まあ悲しい方が強いってことだよね。テキストガール第8話。なんでもない、プラスマすごいよね。違うんだって、プラスマは本当にすごいって思ってるんだよ。だけど心から好きとか最高とは言えなくて辛い。うう、私惨めだな。ごめん、プラスマの話苦手だった？違うの、あのこういう時なんて言えばいいの？なんだか訳ありみたいな感じなのかな。何かあるなら何でも聞くよ。よかったら私に話してみてよ。え、本当に？うん、言ったらすっきりするかも。私、優しい友達持ったんだな。私、2年以上前からテキトさんを推してて。すごい！テキトさん愛は誰にも負けたくないくらい本当に好きで。でも最近、テキトさんがいろんな人とコラボしたり、テキトさんの交友関係が広くなってきてて。もちろん交流はいいことだって分かってはいるよ。活動者として交流は大事だとは思う。けど今までのテキトさんがずっと遠くに行っちゃうみたいで、悲しくて寂しくて。だからグループを結成したって聞いてすごいなって思っても、心は正直苦しくて。ちょっとね、あの泣きそうになっちゃいました。で、あの声ちょっとうるっとなっちゃってると思うんですけど、すいません。あ、
から電話かけた時、鼻水すすってというか泣いてたのか、そういうことです。そういうことだったんだ。言われてみれば確かに、きっとそういう考えの人もいるんだよね。キオリはやっぱり私みたいに嫉妬とかしなかった？うん、素直にすごい嬉しいって感じだった。テキトさんって一匹テキトさんって一匹狼なイメージだったからさ、私もプラスマ結成って聞いて最初びっくりしちゃったよ。いやほんとね、私ももう活動 YouTube 始めて3年ぐらいかな、はもうほんと全然コラボしなくて、まあしたとしても1回とかぐらいだったんだけど、やっぱ最近ね、こういろんな活動者さんとこう話す機会が増えて、やっぱ人と関わるのって大事だなって思うようになったんですよ。だそれがやっぱり視聴者さんからしたらこう遠くに行っちゃう感じがするとか、まあ普通に嫉妬とかね、いやもうほんとね、それは分かります。私もすごいそうなるだろうなとは分かった上で、まあいろいろやってるわけなんですよ。まあこれはちょっと動画の最後で話そうかな。でもね、いざ動画を見てみるとメンバーとのやりとりがすっごく面白くてさ、テキトさんの新しい一面が見えたというか。テキトさんの新しい一面、この言葉が心に響いたのは確かだった。なるほど。さあ、テキストガール、次が最終話かな。テキストガール第9話、キオリのあの言葉のおかげで私は少し落ち着けた気がする。まだ完全に心から楽しむことはできないかもしれないけど、動画見てみようかな。テキト、メジンコ、テドラ、タケノコアイス、プラスマです。リーダーテキト、よ、青色担当のテキトです。え、テキトさんリーダーなの？そうなんですよ、形だけね。まあみんなね、まあ同じ立場ですけど、一応リーダーっていう形です。プラスマの名前の由来めっちゃ素敵だった。それにみんなに個性があってすっごくいい感じ。あ、待って、クレシン声真似かくれんぼってテキトさんのあの動画の、もはや反射的に動画再生しちゃったよ。ミジンコさんもタケノコアイスさんも声真似うますぎる。テトラさんのヒロシじわるんだけど。あはははは、わら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 、笑い止まらないよ。どうしてくれるの？プラスマのクレシン動画もいいけど、でもやっぱりテキトさんのクレシン動画が一番。ピンポーン。あ、今日はキオリが家に遊びに来るんだった。いらっしゃい、お邪魔します。あ、トモカ、ちょっとこれ見て。ん？何何？私今こんな漫画作っててさ。うんうん。ん？テキストガール？そうなの、私とトモカのテキトさんへの愛を漫画にしてみたの。トモカって最初はプラスマ結成をあまり喜べなかったでしょ？それを逆手に取りつつ、テキトさん好きって感じにしてみたの。すごっ。キオリやばいな。ちょっと高望みしすぎかもだけど、テキトさんに喜んでもらえたらな。読まれるといいね。読んでます。テキストガール第9話。投稿。これからはキオリと一緒にテキストガールとしてどんなテキトさんも推していけたらいいな。最終話じゃないよ、あくまで第9話だよ。私たちのお仕事に終わりなんてないもの。かっこよ、やば、今ちょっとめっちゃ感動したわ。だから最終話って名前じゃないんだ。
今めっちゃ目うるうるしてます私。でもちょっと終盤読むの下手くそになってるかもしれないけど許して。これはテキトさん推しの女の子が共通の趣味を持つ友達を通じて成長していく話です。お、このテキトさんは本物です。テキストガールフィ、待って、テキトさんのおすすめの動画はギフト開封のやつ、イケボの宝庫だからマジテキトさんに惚れあー、ギフト開封の動画はね、まあ、視聴者さんにこう〇〇してくださいとか、こうイケボで〇〇言ってくださいみたいな、動画があるんで、まあ、皆さんね、チェックしてみてください。で、まだこれ終わりじゃないんですよ。次、テキトさんを押してっていう漫画があるんで、ちょっとこれも読んでいいですか。テキトさんを押して、テキストガールの作者の青炭酸さんです。漫画を読んでくれた方本当にありがとうございます。突然なのですが、私テキストガールを作るためにテキトさんにめっちゃそっくりなアバターを作ったんですよ。でん、どっちが本物のテキトさんかわかりますか。まあ、これはね、さすがに私はわかりますよ。でもかなり似てるねこれは。まあこれはね、正解は左ではなく右ですね。本物のテキトさんは右の方でした。うん、こうして並べてみるとまだ似せれるなって個人的に思いました。この話はここまでとして、前回テキトさんに出会ってという漫画でテキトさんを知ったきっかけとかを綴ったんですよ。ここでは前回の漫画を作った時から今現在まででテキトさんの印象が少し変化したので、それについてのお話です。まあテキトさんがずっと最推しなのは変わらないのですが、今年の1月はいろいろありましたよね。新グループプラスマが結成されたり、ゼペットアニメ今日もテキトメちゃんが公開されたり、1月にいろんなことがありすぎてびっくりの連続でした。プラスマに関してはマジで初耳でめっちゃ驚いたのですが、あ、もちろんプラスマは超絶大好きです。やっぱり印象深いのはテキトメちゃんですね。とてもありがたいことに私と S ちゃんでゼペットアニメの脚本を担当することになりまして、テキトさんはもちろんいろんな方と話し合いしながらアニメ制作に携わらせていただきました。こんな感じでお願いします。あ、ここはこうした方が。脚本を提出した際ちゃんと目を通してアドバイスをくれたり、忙しい中全力で頑張っているんだなって感動しました。こうして携わっているとテキトさんって本当に想像以上に努力家なんだなって感じましてちょ、これ自分で読むの恥ずかしいな。いろいろ書いちゃいましたが、推しに認知されて裏で推しの協力をさせていただいたりして、こんな機会マジでめったにないものなんで、この貴重すぎる経験をかみしめてこれからも生きていこうと思います。そしてこれからも私は永遠のテキストガールです。私は牡牛座なのですが、牡牛座の人は一途なのだそうです。私の一途さを舐めてはいけません。私はガチです。まあ私もね、5月15日生まれの牡牛座なんですけど、まあ一途なのかな。まあ YouTube とね、テキストの皆さんに一途ということで、まあよろしくお願いします。あ、ちなみにテキトさんの誕生日は5月15日なので絶対祝います。待っててくださいテキトさん。こんなにグダグダな漫画かつてあっただろうか。これを読んでいる皆さんごめんなさい。テキトさん、これからもずっと応援しています。これテキトさんのこの表情イケメンだと思うんだけどななんか目いってねこれ。まあでもね、ここで、テキストガールとテキトさんを推してという漫画、読ませていただきました。ちょっとね、まあ、ここまで見てる人、多分この動画ね40分ぐらい長い動画になってると思うんだけど、まあ、ここまで見てる人にねちょっと言っとくと、まあ、本当さっき言った通り、まあ、プラスマ結成とか、まあ、いろんな人とコラボしたりして、あ、テキトさんどんどん遠くに行っちゃうなとか、女の人とかともコラボしてて嫉妬するなみたいなあると思うんですけど、やっぱりね、私から言わせてもらいたいのは、まあ、いつまでも
私は遠くに行かずずっとね同じ位置にいるんで、でもやっぱりねより有名っていうかこうチャンネルの登録者数とかもね増やしていかないといけないんで、まあ、それはねちょっと分かってもらいたいなと思ってて、でやっぱりね私もこう YouTube もうすぐ4年経ちますけど、いろんなファンの方こう熱心にコメントしてくれたり、なんか動画の撮影に参加してくれたりとか、ほんとねもういろんな人覚えてます。でもやっぱりこう嫉妬なのか、まあリアルでねこう忙しくなっちゃったりとかわかんないけど、もういろんな人と出会って、そしていろんな人とまあお別れっていうか、まあいつか帰ってきてくれれば嬉しいんだけど、こうねいつの間にかこうアカウント消したりとか、ツイッターあれなんか今まで俺の名前書いてくれてたけど書かなくなっちゃったなみたいな、もうほんといろいろあって、もうほんと学校の先生みたいな気分ですよね。こう出会って別れてみたいな、でいつかまた前見てましたみたいなね、こうコメントしてくれたりして、あこの人前確かにコメントしてくれてたなみたいな、なのでやっぱり今ねこうコメントしてくれたり応援してくれてる人には本当にめちゃくちゃ感謝してます。でまあ正直言うと今プラスマとかでこう男女2人2人でただでさえ嫉妬してるっていう人いると思うんだけど、で今さロブロックスとかでこうミジンコさんとか、まあ、女性と2人で男女2人でやってたりとかで、うわもうこれ絶対嫉妬する人とかいるよなって分かってるんですけど、やっぱりねお互い活動者としてまあコラボしてるっていう感じなんで、まあ、安心してほしいなっていうのがあります。まあ、今後もね多分いろんな活動者さんと関わる機会って増えてくと思うんですけど、まあ、皆さんのこと忘れないんで、忘れないっていうか忘れないっていうとなんかお別れみたいになっちゃうけど、もうずっとねついてきてくれる人を私もねこう還元っていうか、なんかこうコメント読んだりとかね、まあ、毎回ハートとか押してますけどちゃんと読んでるんで、みんなからの気持ちをお返しできたらなと思ってるんで、まあ、これからもね、テキストガール、そしてテキストボーイの皆さん、テキストボーイいるかわかんないけどね、テキストボーイ、テキストガールの皆さん、今後もねよろしくお願いします。そして、この漫画を作った青炭酸さん、すごくないですかこの漫画、めちゃくちゃクオリティ高いよね。この漫画面白かったと思ったらぜひねグッドボタン、そして、まあ、ここまで見てる人はもうチャンネル登録はしてると思うんで、まあえて言いません、まあ、言ったけどね。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。